はい、こんにちは、アクアプラスです。今回ですね、ペヤングソース焼きそばのわさび味そば風です。でもね、そば粉ゼロですね。 不使用です。そば粉全然使ってません。風味なだけですね。それではね、開けてみたいと思います。まあね、わさび味はね、結構好きなので食べたいと思います。はい、それではね、開けます。はい、色はね、そば粉使ってないけど、なんちゃってそばな感じで、色はそば色してます。はい、入ってるのは火薬と、ソースはね、本当そばつゆみたいな、ソースっては言わないですね、これそばつゆです。サラサラしてます。まず火薬入れます。火薬は焼きそばとはね、やっぱ違くて、長ネギですね。はい、入れます。ほんとね、ネギだけですね、入ってるのはネギだけです。でも結構な量あります。それではね、お湯を入れます。このネギの中にわさびが入ってるのか、ソースの中にね、わさびが入ってるのか、ちょっとわかんないですけど、匂いはですね、この乾燥した状態ではネギの中にはね、わさび入ってそうもないですね。匂いしないです。はい、お湯入れました。それでは3分置いて、お湯を捨ててから食べたいと思います。はい、時間経ちましたので湯切りしていきたいと思います。はい、色はですね、そばよりはなんかちょっと薄いような感じ。まあ、なんちゃってそばですからね。まあ、そば粉入ってないので。それではソース入れたいと思います。はい、サラッとしてるソースなので、あ、わさびの匂いしました。ソースにね、わさび入ってますね。はい、それではね、混ぜたいと思います。色がね、なんかそばとちょっと違うから、なんかちょっと気持ち悪いですね。匂いはね、わさびの匂いします。はい、あ、結構ね、わさびの匂いきついですね。食べたら辛いのかも。今度はわさびの方で来るんですかね、ペヤング。わさびのね、極激辛とかあったらちょっとやばい感じがしますけど、とりあえず今回は多分ね、優しい味だと思います。ほんのりね、わさびの味とね、ちょっと辛い感じが、わさびの辛さとちょっと違う辛さがありますけど、鼻にツンとくる感じはね、そんなないですね。なんとなくわさびっぽい感じがします。まあね、まずくはないので、まあ、美味しいと思いますね。皆さんもね、見つけたら食べてみてください。